まずは内枠勢が勝ち上がりました。順当な展開で始まりました準優勝戦。競争水面まだこの時間帯も少し向かい風傾向、若干風自体はスタートライン上弱まってきています。2つ目の準優勝戦を迎えました第11レース、対戦の6選手登場。ピットバネで揃いましてバックテレチが横一線6艇が並んでいます。スタートまでは1分を切りました。予選は2位の勝ち上がりとなりました1番の枝尾勝。SG4 度目の準優勝戦で今回が初の1号艇ゲットとなりました1番枝尾が1コース。地元 SG5 年前は準優3着、地元エースがここは2コースでプレッシャーをかけます。2番の桐生純平、そして3コースへ3番の重成和人、果たして内側勢の壁となるか、外を受け止めることができるかどうか。4コース角に4番の山崎軍、直線強力パワーでここは鍵を握る存在。昨年の覇者は5コースに5番の土屋智則、そして一昨年の覇者6番遠藤恵美が6コースから。スタートまでは10秒を切ります。進入体系はインコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。八重歯だったのは 3,4 コースの2人、4コース少し伸びていく4番の山崎が出ていく、抵抗する3番の重成、桐生も抵抗する、振り込んでしまった4番の山崎、後期交代。先頭争いは2番の桐生、内をついて5番の土屋、さあ2人の攻防抜け出した、その後ろ枝尾は3番手、大きく遅れてしまった4番山崎、スタートは前提正常でした。並んだ先頭争いは2幕、5番の土屋内側狙って1番の枝尾やってきた、枝尾競りかけるも土屋は振り切る、そして桐生は差し返して2番手、先頭ここで土屋抜け出して、リードは2手審判、桐生が2番手、その後ろ3番手1番枝を内から6番遠藤並びかけます。これから2周目の1幕、先頭5番の土屋が抜け出して2周の1幕、内をついた桐生懸命に追いかけますが届いていません。そしてここで3番手6番遠藤が前に出ました。1番の枝を抑えまして1手審リードも、直線では内から追い詰める、1番枝尾の平先が3番手届いてきました。遠藤の内並んで2周2幕です。3番手1番枝を先に回るも、ここは遠藤の差し届いて、これから最終周回へと移ります。先頭依然抜け出して5番の土屋のリードは3手審、桐生は2番手、3番手らしい外から1番の枝をまだ1手審差食い下がります。最終周回の1幕は6番遠藤に対しまして、今度は外から1番の枝を最後のバックテレッチですが、ここも3番手は6番遠藤が抜け出す展開。最後のバックテレッチへ移りまして、連覇をかけまして5番の土屋、先頭リードは4手審、そして地元レースの桐生2番手、ここは確保、2番の桐生2番手で最終ターン、最後内側になっては3番手1番の枝を6番遠藤、最後も振り切りました。遠藤は3番手守り切りまして、先頭5番土屋五輪、2番桐生五輪、6番遠藤五輪、1番枝尾五輪、3番重成五輪、4番山崎五輪、